ようこそデータサイエンス研究所へ。はい、今回はですね、ニューラルネットワークのバッチノームのバッチノーマライゼーションについて解説していきたいと思います。はい、今回の流れなんですけど、まず一番最初に、まあ、今回このバッチノーマライゼーションを考慮したモデルっていうのを考えていきます。で、次に実際にそのバッチノーマライゼーションについて、まあ、概要だったり実装をしていきます。で、ここからは、まあ、いつも通りの流れですね。ライブラリとデータからモデル考えて学習して評価するっていう一連の流れを行っていきます。はい。まず、今回のモデルなんですけど、まあ、今回のモデルは、まあ、前回あたりにやった多値分類のモデルに、これですね、バッチノームを加えただけです。で、これまず入力に線形変換して、バッチノーム、まあ、バッチノーマライゼーションやって、レル関数通して、線形変換やって、ソフトマックス関数やって、で、最終的にクロスエントロピー誤差をやると。まあ本当にこれが加わっただけのモデルを今回は考えていきます。はい、じゃあ続いてバッチノーマライゼーションなんですけど、まず純電波を考えていきます。純電波はこれですね。まず入力を X として平均を求めます。で、平均からのばらつき分散を求めます。で、次にこの平均と分散を使って標準化すると。で、標準化した値に W をかけて B を足す、まあ線形変換した Y の値、これが出力になります。まあ簡単に言えば標準化して線形変換するだけです。で、ここで W と B がパラメータになって、更新するべきパラメータになります。はい、じゃあ続いて逆電波なんですけど、これは、まあ、ここのパラメータ、W と B の微分っていうのと、この XN の微分っていうのを求める必要があります。まあ、正確に言えば変微分なんですけど、で、それを求めるんですけど、まあ、Y の次の関数っていうのを L としたときに、これですね、ラウンド L、ラウンド W と、ラウンド L、ラウンド B と、ラウンド L、ラウンド XN、これを求める必要があると。で、実際にこれ3つ求めていくんですけど、まず、L を W で変微分した値は、これですね、合成関数の変微分を使って、ラウンド L、ラウンド Y と、ラウンド Y、ラウンド W を求めることになります。で、これは、1個奥の層から逆電波してくる値なので、まあ、DY ベクトル。まあ、別に求めなくてよくて、DY ベクトルとします。で、これ Y を W で変微分した値っていうのは、それぞれ Y1 を W で変微分すると Z1 だし、Y2 を W で変微分すると Z2 だし、みたいな感じで Z ベクトルになると。で、B の場合も同様に、Y、まあこれは dy になって、まあ後ろから来るもの、後ろっていうか奥から1個先の層から来るもので、こっちは y を b で変微分するんですけど、y1 を b でやっても、y2 を b でやっても、結局全部1ですよね。つまり、こう1をかけると。まあこれ dy の要素の和って考えてもいいんですけど、こういうふうにかけます。で、次に、最後これ、l を xn で変微分したもの、これがなかなか厄介なんですね。これの、まあ、xn から l までの関数の構造を考えていくと、まず、平均を求めるために XN 使いますよね。これ、XN から平均を求められます。で、この分散を求めるには、XN と μ が必要ですよね。つまり、XN から μ 来て、σ2 乗。で、こっちは XN、σ2 乗。みたいな感じで来ます。で、この Z は、XN と μ と σ が来ますよね。この Z は、XN からと、μ からと、σ から来ると。で、その Z からは、まあ、これですね。Y に行って L に行くっていうのが、XN から L までの流れになると。で、この L を XN で変微分ってなったら、これ大変なんですね。要は、このルートの変微分と、このシグマ2乗通る変微分と、このシグマ2乗と μ と、この μ を通る変微分、それぞれ3つ考えなきゃいけないんですね。で、それぞれ、ここの直線上を考える dx っていうのと、ここのシグマを通るものを考える d シグマ2乗と、ここのミューを通る d ミューっていうのを足した値に、これ結局なります。で、これの細かい解説っていうのは、今回は抜きにして実装していきます。はい、続いて実際にバッチノーム、まあ、バッチノーマライゼーションを実装していくんですけど、まずこれですね、今回使うのはナンパイと、これ、まずランダムのシードを決めます。で、実際にクラス、バッチノームのクラスを作っていくんですけど、一番最初に W と B に初期値を入れます。それぞれ W は1。で、まあ、N。この N っていうのは入力の、まあ、次元数になります。で、この B っていうのも、B っていうのはまあ0ですね。0の、まあ、ベクトルにして、それぞれ初期値を決めると。で、続いて、フォワードは、まあ、まず入力 X をセーフ .x として保存したり、あとこれですね。μを求めて、シグマ2乗を求めて、標準化した Z を求めて、最終的に Y を求める。これが、これですね。μ を求めて、平均を求めて、でこの σ2 乗っていうのをこのバーとします。まあ分散ですね。バーとして、まあ分散を求めると。で、次に Z はこの平均と分散を使って標準化した値になります。
で、ここ、これは小さい値、10のマイナス7乗を足してます。で、最後、y っていうのはこれ、w と x の掛け算プラス b になると。で、この y を出力する、前は出力するのがフォワード関数になります。はい。で、続いて、バックワードなんですけど、まあ、これは dy、前は奥の出力を入力として、まずどうするかっていうと、これですね。dy、dw と db っていうのを求めます、最初。dw と db。それぞれこれ通りですね。dy と、まあ、z の掛け算。セルフドット z、ここで求めたセルフドット z の積、まあ、これを0次元で足します。で、db も同様に、まあ、この dy だけ、これですね。dy だけを0次元で足すと、それぞれ求めることができます。で、問題の dx なんですけど、それぞれ、これですね。まあ、dxn って言った方がいいかな。まあ、dx と d シグマ2乗。まあ、ここで言うと d バー。まあ、そのシグマ2乗は分散なので、バーってここではやってるんですけど、d シグマ2乗とこれ d μ っていうのをそれぞれ考えていくと。で、それぞれこれ考えていくんですけど、全部、さっきのこの関数の流れを見てたときに、z までは全員通るんですね。ですので、dz っていうのはもともと求めておきます。全部、全員分関係あるので、全員って言っていいのか、この3体とも関係あるので、dz を先に求めた上で、それぞれ dx と dbar と dμ っていうのをそれぞれこう求めていきます。それぞれの経由で。で、ここの計算過程っていうのは省くんですけど、結果だけ書くとこういうふうに書けます。で、それぞれ足したものをセルフ .dx にして、リターンで返していくのが逆電波になります。はい、続いて実際にこの今やったバッチノームのクラスですね。これを使って、バッチノーマライゼーションのその順電波っていうのだけ確認していきます。まあ、要は標準化してなんかかけていくっていうような感じですね。で、今回は何かかけて足す。この w と b っていうのが、w が1で b が0になっているので、まあ、要は何も1かけて0足してるので、別に特に変化がない場合になってます。この初期値から考えたときにですね。で、この、まあ、これは分かりやすいためにやってるんですけど、まあ、要はうまく標準化の出力ができてるかどうかを確かめるためにやってます。で、この標準化と W と B、W をかけて B を足すっていう変換なんですけど、これは各次元に対して行われます。はい、それでは実際に見ていくんですけど、まずこの X、入力データ X を15までの、まあ、0からその14までのデータで 3×5 次元で考えていきます。まあ、要はこれをデータと見たときに、この3つのデータで5次元のデータになると。で、この各次元、5次元の各次元で標準化していくみたいな形になります。はい。で、実際にどうするかっていうと、まあ、これですね。バッチノームを BN に入れます。で、この BN.forwardX でこれ Y を出力すると、こういうふうに縦軸で見ていくと、まあ、標準化されていることがわかります。で、実際に、これですね。縦の平均と分散をそれぞれ求めると、全部0になってて、全部1になっていることがわかると。これで、それぞれ標準化できていることが確認できます。はい。で、続いて、ライブラリとデータなんですけど、もうこっからはいつも通りですね。まず、ライブラリとデータなんですけど、これは、ナンパイとマットプロットリブと、あとはデータと、あれですね。トレインデータとテストデータを分けるやつ。で、これは、まあ、nprandom.seed で、まあ、ラン通称を決めると。で、それぞれ、ここはデータを X と T に入れていく感じです。で、これは一応データの可視化として、1個のデータ、まあ、X のその1番目、まあ、0番目、まあ、一番最初のデータっていうのを 8×8 に直して、実際にこの可視化するとこんな感じです。で、T はこれ正解データですね。0とか、なんかこの数値、要はこの画像データが表している数値、答えのデータになります。はい、続いてデータの前処理なんですけど、これはまず x.shape で、まあ、一応この形を確認しておきます。データ数と次元数ですね。で、これを、まあ、前処理として標準化します。平均引いて、分散、まあ、標準偏差で割ると。これで標準化しておきます。で、次に、この t のデータ。このこっちであった t のデータは、まあ、0、1の値に変えるような前処理をします。で、それぞれ、トレインテストスプリットによって、そのトレインデータとテストデータに分けて、これ一応形確認しておくとこんな感じで、まあ、うまくトレインデータとテストデータでこのデータが分割できていることがわかります。まあ、ここまではもう2回ぐらいやっているので、こんぐらいの解説にしておきます。はい、じゃあ続いてモデルなんですけど、これは前々回の立ち分類と違う部分を赤枠で囲みました。まずこのオプティマイザーとかリニアクラスとかレルとかこの CE ロスクラスっていうのは、まあ、立ち分類とかドロップアウトの部分と一緒です。で、このバッチノームのこのクラスっていうのは、まあ、さっきやったクラスと一緒です。で、じゃあ実際にこのクラスを使って関数を作っていくんですけど、それぞれ、まあ、今までと違う部分はこの部分ですね。
まあ、BN にイコールバッチノームの32、まあ、ここの次元の数ですね、を入れるのと、あとは順電波で、ここの、まあ、要は線形変換バッチノーム、レル。で、線形変換、これですね、ソフトマックス関数で、最後、クロスエントロピー誤差をやるのが今回のモデルなんですけど、ここにバッチノームが入るだけ。まあ、このフォワードとバックワードの部分に、まあ、これバッチノームが入る部分が今回違うポイントです。で、さらに今回のバッチノームっていうのは、これですね、オプティマイザー関数に入れます。どういうことかっていうと、このバッチノームの W と B っていうのはパラメーターで、まあ、これも更新する必要があるので、このオプティマイザークラスを継承させます。で、これでこのバッチノームっていうのもちゃんと更新の能力を持たせて、オプティマイザーのところでこれ、bn.step で学習率を入れることによって、まあ、全部うまく更新できるようにする。この、まあ、要はクラスを入れるのと、これですね、それぞれの順電波と逆電波に層を入れるのと、あとはこのステップ関数、更新の部分に入れるの。これが、まあ、なんて言うんだろう、立ち分類とかと違うものになります。はい、続いてモデルの学習なんですけど、これはもう前回、前々回とやってるので、まあ、簡単に軽く説明するんですけど、まずここですね、ミニバッチ学習の設定、バッチサイズとか設定して、で、次にトレインデータとかテストデータの損失関数のを入れる、まあ、リストを作成すると。で、ここからが学習なんですけど、まずインデックスをシャッフルさせて、で、ここ、もう一回これミニバッチ学習するんですけど、これはまずミニバッチのインデックス決めて、で、そのバッチで Y 出力を出して、損失関数を出して、で、次にパラメータを更新するための微分の値出して、で、ここでパラメータ更新をするっていうのをこうバーって繰り返していきます。で、ここはそれぞれ X トレインのデータと X テストのデータの損失関数を求めると。で、これは実際にこの求めた値をこのリストに追加するっていうのをやって、で、最後この表示させる。エポックとトレインデータの損失関数とテストデータの損失関数っていうのを出力させます。で、これの結果がこっちですね。まあ、うまくこのエポック1、20、40とか100までで、うまくこう小さい値になっていっていくことがわかります。はい、続いてモデルの評価なんですけど、これも今まで通りですね。まあ、トレインデータとテストデータのさっき、このリストで求めた損失関数っていうのを、このエポックごとの損失関数っていうのを求めていきます。で、もう本当にあんま変わんないことがわかりますね。で、次にアキュラシー関数を使って、トレインデータの正答率とテストデータの正答率を求めると、すごい高いですね。トレインデータはもう 100% 正解だし、テストデータはもう 0.99%99% と。で、これは、まあ、こっちですね。こっちが、まあ、これは前々回、普通の、だからバッチノームがない状態なんですけど、まあ、トレインデータのこの正答率も 99% ぐらいで、テストデータも、まあ、97% ぐらい。なので、このバッチノームを入れた時と比べると、もうどっちに関しても高いと。いうことで、まあ、バッチノームを入れると、まあ、早く学習が済むし、まあ、要は、これ、過学習も防げてるんですね。まあ、過学習が防げるっていう点は、ちょっと今回は分かりづらいんですけど、まあ、非常に使える層になっていると思います。はい、最後まとめなんですけど、今回は、まあ、バッチノーマライゼーションについてやっていきました。まあ、モデルについて話したり、バッチノーマライゼーション自体の出力、まあ、主に順電波の説明ですね、をやっていきました。で、実際にこれ、モデル、まあ、要はこのバッチノーマライゼーションを使ったモデルっていうのを実際に実装していくと、まあ、うまく正答率が上がったことが分かりました。はい、いかがだったでしょうか、ニューラルネットワークのバッチノーマライゼーションについて。もしよろしかったら、チャンネル登録、高評価、コメント、ぜひぜひお待ちしております。それではまた、バイバイ。